プリシエイト高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。8月17日のダイジェストです。17日の午前中はルーティン、午後はアップルケアサポートに電話とオラクルカードを書きました。夜は動画の編集をしました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動したようにハートマークということで、赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、8時間睡眠、8時間以上いっぱい寝てます。あとオレンジ色がお休みで、黄色がアクリル絵の具でオラクルカードを書いて動画の編集とブログを書きました。黄緑色の拡散が Twitter2 つ、Facebook2 つ、YouTube で動画を2つ作りましたね、今日は。よいしょ。はい。ノートとホームページとアメーバーとブロガーと LINE ブログ、ごめんなさい、ブロガーでシェアをして、ノートだけ2つシェアをしました。そうですね。LINE ブログで日記のタイムラインをシェアしています。緑色がガーデニング と、生ゴミの世話と野菜の世話と収穫。パッポン、おやつの時間ですね。あとは水色が計画、青色が暗記暗唱、虎ノ門ニュースも見ましたね。紫色が写真、ピンク色がオーラルケア、飛び出し並みを整えて感謝を捧げて自分を愛して褒めました。薄だいだい色が料理と皿洗いと洗濯と整理とマッサージとお風呂、ボディメンテナンスと、薬とサプリ両方とも飲んでいます。はい、寝る前の整理整頓できました。病院にも行きました。黄土色が、両学長さんの動画を2つ見ました。茶色が朝寝をして漫画を読みました。灰色の、パソコンの技術を覚えるというのをしました。白色のお掃除と祝詞とお経とお香、お祈りと薬師寺官房さんので掃除機をかけて金剛院さんので読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、オラクルカードを描いてクリエイターの黄色の才能を育て、料理の種類に気を使って、薄だいだい色の細やかさの才能を育って、パソコンの復旧作業をして灰色の職人の才能を育てました。今日の自分観察ということで、どんどん頭痛がひどくなるので、ああこれは警告だなと思い、今度は孫は優しいを中心に食べてみることにしました。乳製品と小麦粉と砂糖とカフェインの量を減らします。で、孫はの豆、ごまがナッツ、和が海藻、やが野菜、さが魚、しが椎茸だからキノコ類、いが芋類を、増やして食べてみます。私は本当にチーズとかパンとかコーヒーとかプリンとかが大好きなので、これを減らすのが本当に辛いのですね。大好きなものばかり、なだけに辛いですけれども、万年ダイエッターの放浪は続くということで、次は孫は優しいにチャレンジしてみたいと思います。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。
動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 今日はこれで夕方になるので最後の言葉に行きます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず。この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。